よくはそういうのがなんだろうな。私は歩く、その辺を歩く。皆さんがそのまで行ってこれから打ち上げていたところを和尚と私の皆さんこんにちは。今週も1週間お仕事お疲れ様でした。5月の4日金曜日、国会前希望のエリアです。5月に入りましてゴールデンウィーク真っ只中のこの金曜日に、うちで寝ていたいのにこうやってお集まりの皆さん本当にお疲れ様です。昨日は憲法記念日ということで、有明に6万人の人が集まって憲法のお誕生日をお祝いしました。参加された方も多いんではないでしょうか。そうです ね本当にすごい人で、雨にも降られず、今日も雨降ってなくてよかったんですけれども、今日はなんかね、いつもと感じがある。ちょっとなんか楽しい警備の方が我々のことを守ってくださっていて、はい、ありがとうございます。もともと市長の方がおいでになってるんで、なんか楽しそうで見学にいらっしゃったのかな、みたいね。どうもね、このエリアなんか面白そうだみたいな。楽しそうなの、フェスやってるぜみたいな感じなんですかね。そうですかね、はい、ちょっとなんかこちらにまた移動なすってるみたいな。はい、なんか守ってくださっています。来ました、来ました、ありがとうございます。来ました来ました、大丈夫別にね、私たち子供の未来を守ろうということでね、声を上げているだけなんですけど、はい、なんかこういう状況は初めてな感じで、なんかすごい不思議な感じで、本当ですね、言ってますけどね。うん、まあとにかく命を守ろうということで、ね、いつも通りね、声を上げたいと思います、はい、やらせていただいてますので、はい、毎週金曜日、はい、国会前希望のエリアです、うんうん、はい、なんかいろいろ来てますね、はい、まあまあ、いつも通り、いつも通り、はい、普通に、はい、やりますよ、はい、やりたいなと思います。再稼働反対切ってるの、再稼働、いや右翼じゃない、あれは今日半減年で、あれは再稼働反対の声です、はい、いつもの声です、ね、すごい、はい、うちは割と緩い系なので、はい、優しく可愛い、優しい感じなのでね、はい、昨日、はい、はい、奥さんも来てくださいました、はい、はい、ありがとうございます。中に入った、本当、昨日は6万人という人で、はい、東京新聞の一面ね、あの写真すごかったですね、ですね、人がもうあんなにいたんだと、
飾らないですよ。6万人ですから。見えない。私たちね、あのね、舞台の裏側にいたんです。実は裏側だったんでね。巡り会えなかった人もいたんですけど。そう。だからあそこの写真が、あの写真に写ってない私たちも含めたら、だいぶこっち側。あの入りきれてない人も含めたらきっと6万人以上いましたね。すごい人でしたよ。はい、そうですね。うん、まあとにかくあの。なんて言うんでしょうね、ハッピーバースデー憲法みたいなもんじゃないですか、はい、お祝い、お誕生日、71歳の誕生日ですね、はい、それを皆さんでお祝いするという、うん、そうでしたね、楽しい集会でしたね、うん、はい、この先もずっと長生きしていただきたいので、戦後はずっと続いていただきたい、ね、本当長生きして頑張りましょうよ。これかい憲法に負けないぐらい追いつけ追い越せの勢いで、みんなで仲良くしていきましょう。そうですけど、なんかあのマキさん来たらものすごいね、笑いが、このなんか何とも言えない空気を吹き飛ばすかのような、いいですね、ねえ、いやいや、あのね、笑い飛ばす感じ、あの抗議行動って言っても、はい、そのガーって行くタイプのものもあれば、うん、私たちみたいにその気持ちは熱く、はい、言葉は優しくっていうね、はい、そういう抗議行動もありますので ね、うん、はい、だって別になんか争いたいわけじゃないし、そうですよ、争いがむしろ嫌だから声を上げているわけで、そうなんですよ、ね、まあ、なんかすごい不思議な図になっていてね、今ね、私のところから見てると、すごい不思議な図になって今日はでもね、なんかね、面白いですよね、面白いね、あすかさんね、はい、今日はね、はい、連休になると現れるひげもじゃの方がいらしたりしてね、群馬から、そう、ポコ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 言ってるけど、はい、かわいいの、そう、あのソーラーの、ソーラーの、太陽光の光で音楽を奏でる、はい、三宅くんも来てくださっています、ありがとうございます。ね、とっととやりますか。いやいつも通り、はい、そうですね、はい、いいと思いますよ、ね、今安倍さんは、はい、中東の方と外遊に、はい、外遊に行かれてるそうで、そうですね、でもこの5年間で帰ってきて、あ、僕帰ってきた、ゴルフしてましたよ、ゴルフしてた、あ、そうなんだ、帰ってきたんだ、帰ってきたんだ、もう帰ってこないのかと思ってた、16億あの16億使って、うん、ヨルダンに60億出したんですって、16億使ってあの外遊に行って、でヨルダンには60億、それはなぜかというと北朝鮮に対して国交断絶したからって、素晴らしいって言って60億出したんです。え、本当に本当ですよ、あれ私なんか嘘言ってるように思いますよ、ね、私今言おうと思ったのは、はい、この5年間で安倍政権がね、安倍さんが海外にばらまいた金額は総額で50兆円なんですよって言おうと思ったんです。50兆60億になったんですよ、だから、で今60兆60億今回ヨルダンには60億、60億です、桁が違うから、本当にだから、なんで不思議でしょ、なんか60億って言うと意味が分かんないんですけど、ね、あの50兆って言われるとおーって思うんだけど、60億って言うとその程度かって思っちゃうでしょ。でも思わない、私だってお財布に1万円入っててももうドキドキするんですから。え、今日諭吉が入ってるけど大丈夫かな、私って、ね、襲われるかもしれないと思う、もうドキドキするんですよ、諭吉が入ってるだけで、我々あの時々あらぬ方からこんなこと言われるじゃないですか、あ、日当もらいやがってとか言って、あれ嘘ですから、あのね、すいません、日当もらってたら今頃我々から大金持ちですから、クラザそんなわけはないです、本当、まあ、欲しいぐらいなもんですよね。どうもどうも、なんか皆さんありがとうございますね、本当にすごいことになっていました、ね、はい、ここに希望の牧場さんが見えたらどうなるんですか。本当だね、その姿ちょっと言いながら自分でも笑ってるじゃん。毎週ね、最近いらしてるから、ね、ゴジラのね、音とともにね、うん、そうそう、カウゴジラ、シンゴジラ、カウゴジラ、そうそうそう、ね、そうするとね、すごいことに、うん、もう、まあ、この辺がすごいことになるんじゃないかと、うん、まあまあ、でも声上げていきますよ、そうですよ、うん、はい、あの私たち別にあの間違ったことやってるわけじゃないから、うんうん、
ね、自分たちの立場で思うことを、うんうん、来週ね、そうです、きちんと、うん、正々堂々と声を上げてるだけなので、うんうん、それにどうこうってことは全くない、皆さんあんまり動揺しないようにね、うんうん、あの始まる前に一人だけちょっとなんかわーって言った人がいてちょっとやめなさいってさっき始まる前にも言ったんですけどね、偉いね、いや、あのね、おとなしくしてますって言って後ろの方にいます、うんうん、そういう話、いいね、その方がいい、そんな感じ、そうだね、なんかね、あのどっちかどっちか分かんなくなるから、ね、昼間ちょっと暑かったじゃないですか、暑かったね、相当暑かったじゃないですか、うん、油断してね、半袖着たんですよ、寒いんですよ、寒い、風がちょっとあるので、カイロ、そう、カイロありますから、カイロ、あの、ほんとほんと、こういう時ね、風邪ひくんですよ、あのね、気を許して、ほんと5月の連休が終わるぐらいでないと、うん、寒い日と暑い日の、ね、落差がすごい激しいんです ね、 ね、日本ってそういう国なんですよね、腰とかにあんま冷やさないで、あの、椅子、気をつけてくださいね、はい、座ってください、ね、ジュゴンちゃんがね、今ちょっとジュゴンちゃん、昨日も有明で泳いでました、ね、泳いでたジュゴンちゃんです、今ちょっとその間泳いで、ちょっと間違えた、いや、あの、この間、あれですよ、はい、メーデーの日に私、はい、はい、メーデー、メーデー、はい、メーデー、私、あの、サンタマの人間なので、サンタマ井の頭公園で、メーデー参加したんですけど、はいはい、もう、いつもね、暗いじゃないですか、で、まあ、これぐらいの人 で、はいはい、で、これぐらいのステージで、そうですね、歌ったり、コールするんですけど、そうですね、この間、あの広いところで朝っぱらから試験在民の歌を歌ったんですよ、ね、なんかね、集合時間8時半だったんですよサウンドチェック8時半に来てくださいって、いやいや、でもね、いつもこんなシステムじゃないですか、そう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 、すごい音響システムで、すごかったね、すごかったですよね、あそこでこのギターでジャキーンと音で気持ちいい、気持ちよかったですね、めっちゃ気持ちよかった、気持ちよく歌っちゃって、こんななんか楽しくていいのかなと思っちゃったんです、ね、で、舞台がさ、これの倍ぐらい高いでしょ、もうちょっと高いか、うん、もうちょっと高いね、でも、うん、見上げてたからね、舞台がもうこれぐらい、そうそうそう、このぐらいあった、大きい舞台でして、本当に大きな舞台で、ね、サンタマメーデーの舞台ってね、とんでもないでかいんですよ、でかかったね、そうそうそう、で、昼、みんな夜会うから、そう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 、昼間会うと恥ずかしいんですよ、なんかあのアスカさん、そんなシワあったんだみたいな、なんか照れくさい感じなの、なんかね、ジルさん割とヨボヨボしてんじゃんみたいな、みたいなね、昨日もね、なんで俺の時は否定しないの昨日も結構いろんな人がね、ああとか言って、あのね、声かけてくださる、そうなんです、昨日ね、僕もね、ずっと通っ、あの、まあ、売店のあたりとかね、うん、裏の草っぱらのところに行ったんですけど、うんうん、歩くたびに、あ、どうもって声かけてくださるんですけど、うん、お顔見ても分かんないのねそれで、あ、どうもーって、いつもありがとうございます、で、ジュゴンかぶってると分かるんですよ、分かるのよ、分かるんだよ、そう、で、ね、昼間会うと分かんない、誰だっけみたいになっちゃ う、 そ う、 そ う、 そう、だからもう昨日は本当にね、昨日でもいろんな人に、あんな6万人も集まってんのに会える人には会えるもんですよね、そうだったね、ねえ、毛利先生なんか昔の同僚に会っちゃって、そう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 、何年ぶりですか、10年ぶり、10年ぶりにあんな 6万人の会場で、ねえ、会えたりする、楽しかったですよ、すごかった ね、 ね、 ね、うん、あのおしどりまこけんちゃん、おしどりまこさん、けんさんのお話もすごい面白かった、めっちゃおもろい ね、 ね、 ね、あの前半結構難しいこと、そういうこと言うとまた物議かもしちゃうんだけど、まだ問題発言、そうそう、前半のね、ちょっと結構難しいお話はね、割とあの、ああそう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 と思うんだけど、覚えてるって言われるとうーんってなるんだけど、おしどりまこけんちゃんの話は、うん、ほぼ残ってるんだよね、うん、ほぼ残ってるの、残ってますよ、あの文房具屋さん行ったら、ペンの試し書き、そうそうそう、すごい原発いらないって、そういうのを書こうみたいな、地道な歯磨きをするように成人をみたいな、聞いてね聞いてますよ、ちゃんと、すごいね、なんかあの、あれ見てて、ね、ケバブばっかり食べてたじゃないですか、ケバブはうまいからっていうかね、はい、あの、あれですよ、あれを聞きながらね、なんかこのテンポ感どっかで見たことあるなと思ったら、なんか割と近いな、ここの感じ近いぞと思う、こんなラフじゃなかったけどね、向こうの方がもっとね、しっかり、うん、きちんきちんとまとめてたね、そうそうそう、さすがですよ、すごいね、プロだね、もっといろんな方がね、で、天城
さんが ねまたね、うん、歌うぞ歌うぞ歌うぞって最初から言ってたらやっぱり歌った、うん、あと高校生平和大使いやすごかった ねすごかったね本当にね。あとチョコに来たね、はい、朝鮮学校の生徒さんたちの合唱、涙出ましたよ ね、 本当にいい。でもそれほぼ後半の人たちばっかりだったね、今言ったの前半の人のことは何も言わなかった。前半も聞いてましたよ、ちゃんと。いやいや、聞いてましたって、聞いてたんだって、聞いてたんだけど。だって大木さんたちと一緒に一時になったら、そう安倍政治を許さないもやってたもん、ちゃんと。そうやったの、ちゃんとね。そう、そうやったの。1時からスタートしたんですよ。でもちゃんと聞いてましたから。そう、聞いてたんだけど、はい、あんまり覚えてない。いや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 、まあまあ。そうでも本当デモもねちゃんと参加された方も ね本当に1日2コースお疲れ様でした。もうこれからもね、はい、憲法長生きさせましょうよね。ね、また私より先に亡くなるのは良くないわな。やっぱりな、私より私ゆうさん憲法より年上なの？違うよいや私より先亡くなるっていう意味 が生きてる間に俺の黒目の黒いうちは指一本触れさせねえぜみたいな感じ言いたいんだけど残っていてちょうだいって感じそうですね、はい、ちょっとわざわざしたけどあんまり気にしないで皆さん見てください僕のとこからの景色がすごいもんだからねなんかすごいなと思うんですけど、ね、うん、じゃあまあこんな感じなんですけど、はいはい、今週もそうですね、今日、まあ、いろんなことありつつ、はい、今日8時まで皆さんと声を上げます、はい、命を守ろうというテーマでしたら、はい、何でも OK ですので、はい、こちらで自由にスピーチもしていただけますので、はい、そうです二郎さんにおっしゃっていただいて私のところこちらで順番を待っていただいて今日そのスピーチ の順番違うねコールの後だね、うん、先に言っとこうかなと。そうそうそういいね、はい、じゃあコールしましょうか、はい、音楽隊の皆さんです。よろしくお願いします。手話は杉本さんです。ツイキャス中継動画をご覧の皆さんも8時までよろしくお願いします。今日はちょっといい警察の皆さんもいつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。コールします。命を守ろう、守ろう。
渋谷区から来ました荒木と言います、久しぶりなんでちょっと緊張してますが、あとスピーチと歌を歌いたいと思います。とりあえず昨日が憲法記念日ということで憲法集会、皆さん行った方もおられると思うんですけども、僕も行きまして、日中ちょっと腕が日焼けするぐらいなかなか暑かったんですけど、憲法についてちょっと話をしたいんですけども、ここに岩崎千尋さんの絵が描いた憲法ポケット、ちょっと先ほどいただいたんですけども、憲法にはいろんな条項ありますけども、前文っていうものがありますよね。皆さんもご存知かもしれませんけど、ちょっと前文を読んでみたいと思うんですけども、一箇所だけ読みたいんですけども、ちょっと読まさせてください。途中 かなり後ろの方なんですけれども、我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏からの免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するって書いてあるんですよね。
でこの全世界の国民がってところが肝というか一番大事なところで、これは私たちが殺される、戦争によって殺されたりとかすることをこう よしとしない、つまり殺されない権利が書かれているだけではなくて、全世界の人々、私たち全ての人たちが殺さない、相手を殺さない権利もちゃんとここに書いてあるんですよね。つまりママの会の人たちがよく誰の子供も殺させないっていう横断幕をやってると思うんですけども、殺されない権利とともに自分たちが誰かを殺めたりしないようなこともちゃんと書いてあるんですね。でこれを難しい言葉で言えば平和的生存権っていうんですよね。でこの平和的生存権っていうこの箇所というかその項目がここにあるだけでも日本国憲法っていうのは語る価値があるんじゃないでしょうか。これを安倍さんの個人的な自分のなんか思いつきかなんかで変えられてはもうたまんないと思います。でもう一つ僕はもう9条ももちろん項目として素晴らしいんですけども、憲法25条にもちょっと触れてみたいんですよね。で憲法25条もちょっと読んでみたいんですけども、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。これは皆さんよくニュースでも新聞でも出てくるんですけども、その2番が結構みんな何て言うんですかね、意外とあんまり言わないっていうか、国は全ての生活部門について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないって書いてあるんですよね。つまり義務を課しているわけですよ、国に。だからなんか施しで社会保障をやるとかじゃなくて、国はもし国民がもし苦しんで食えなくなったりしてたら助ける義務があるんですよ。でこれをなんで安倍さんとかは分かってないのかっていうのは本当怒りを持って国会中継などを見て本当に思うんですけども、憲法25条と9条とかあと平和的生存権っていうのはいろんな意味でつながっていると思います。で原発もやっぱり自分たち人間が生きていくためにこう生存権が脅かされるわけですから、そういうことも含めて25条っていうのは本当に世界を見てもイタリアの憲法ぐらいしかこの25条の生存権のような最低限度の生活を保障するようなことを書いてる文言っていうのは世界でもイタリアの憲法ぐらいしかないと言われてるんですよね。でこの9条と平和的生存権とこの生存権を書いた憲法第25条がこう世界でも稀にこうなかなか世界にもない条項とか文章があるっていうのに、絶対にそういうせっかくそういう世界の人たちが願っても憲法に書けない項目をここに書いてあるんですから、絶対に私たちの手で絶対守っていこうということを固く誓いたいと思います。皆さんに確かめ合いましょうこのことを。でちょっと今日は歌を歌いたいんで時間がもうないんで2番ボブ・ディランの風に吹かれてっていうのを替え歌で歌ったことが前あったんですけども、その歌をちょっと歌いたいと思います。題名はエミに吹かれてっていう歌です。じゃあ行きます。思ったことがあるなら言葉にしてみよう、きっと
ました。ありがとうございました。いい歌ですね。ボブディラン。はい。では、はい。お待たせしました。ではお願いします。こんばんは。横浜から来ました。あまりこう人前で発言することはほとんどないんですけれど、今日はちょっとあまり発言しづらい雰囲気かなと思いまして、思い切って言うことにしました。よろしくお願いします。先日ですね、おとといですか、東海第二原発にですね、まあ、反対する院内集会っていうのがありまして、そこにちょっと初めて参加したんですが、そのことをちょっと話したいと思います。衆議院第一議員会館で、やったんですけど、まあ、そこに足を踏み入れるのが初めてで、ちょっと場違いな感じもしたんですが、内容はですね、まあ、主に市民の方がですね、原子力規制委員会と、まあ、一部経産省の相手に、まあ、東海第二 の再稼働の問題点について、ご質問するという内容だったんですが、一言で言ってですね、ちょっとそのかなり迫力があってですね、まあたまあ、一参加者なんですけど、ちょっと驚いたというのが感想なんです。でそれはこう質問する市民団体の人がかなりですね、専門的な知識を有しているものですから、問題点を、まあ、かなり突っ込んだ内容をですね、いうもんですから、それで向こうの規制委員会の人が結構タジタジとなってですね、あんまりその場で答えできないとか、ちょっとあやふやだとか、そういう感じが多かったんですね。で私普段規制委員会 の定例会見の様子、まあ、大体動画で見てるんですけれど、その会見自体はですね、もうなんか記者とこうなあなあになっててですね、あまりこう突っ込んだやり取りがなくて、でやっぱり専門的な話が多いもんですから、こうなんかあまり知識が十分じゃないとですね、こう規制委員会の言ってることもまあそうなのかなみたいな感じに思っちゃうところあるんですが、まあ、実は結構専門的な知識があればですね、実際再稼働されているとか再稼働の審査の中身っていうのも結構突っ込むところがあるなというのを、まあ、強く認識した次第です。まあですからまあ、そういう場に参加してですね、やっぱり、まあ、だからといってなかなかそう十分な知識を身につけるのは難しいと思うんですけれど、まあ、そういう面で一つちょっと、まあ、勉強になったかなというのがあれで、まあ、東海第二自体はいろんな問題点があるんで、まあ、他とは違うところもあると思うんですが、まあ、それを加えても結構やっぱり、自分たちが思っているよりも、もっとかなり専門的なところでは原発再稼働問題があって、まあ、そこを十分指摘するようなところがあるということを、まあ、認識した次第です。で、まあ、あともう一点、まあ、原発以外の話で、まあ、昨今の問題としてですね、この文書改ざん問題に発する、まあ、いろんなこうごたごたについてですね、まあ私もこの抗議行動とか出たりはしてますけれど、去年、このかけ森友学園問題とか加計学園問題があった時にちょっと思い切ってですね、まあ、今までそういうことはあまりしたことがなかったんですが、まあ、役所に対してですね、まあ、内閣府であるとかそういうところにこう、まあ、抗議というか意見の電話をちょっとかけたんです。でそうしますと、まあ、結構ある程度の回数かけたんですが、まあ、向こうの方の役所の方としてはやっぱりそのどうしても事務的な対応ということで、まあ、一応意見は聞きましたみたいな感じで、まあ、ほとんどそういうことを言ってもやっぱり手応えとかがないっていう感じで、まあ、やっぱりそういうことはしてもあんまりこう意味ないんじゃないかというふうに思ってたんですけれど、まあ、今年に入ってこうやっぱりこの問題が文書の改ざん問題ということで、まあ、再現してですね、それとやっぱりこれはおかしいと思って、でやっぱり もう一回ちょっとこういうこともしようと思って、また電話とかもしました。まあ、特にその財務省なんかはですね、ちょっとまあ、かなりちょっとやっぱりいろいろ違うんで、
まあ最初はちょっとあの態度自体もですね、大谷の態度も結構こう大変だなみたいな感じもあったんですけど、このなんかセクハラ問題が出てからはですね、ちょっとまあ腰が低くなったかなみたいな感じもあったんですけれど、まあこういうこともですね、やっぱりあの、まあ、いくらここで黙ってて、ですね、あのおかしいと思っていてもやっぱり声に出さないとですね、まあ、それはやっぱり容認ということに受け止められかねないと。だからあのそういうことで、まあ、単なる罵声とかですね、そういうことではあの意味がないと思うんですけど、あのきっちりそう意見をですね言えば、まあ、これがかなりの声が上がればですね、やっぱり一応それなりの、まあ、成果といいますか、まあ、そういうことも出るんじゃないかと思いますし、まだやっぱりそういうことは必要なんじゃないかなと思あの改めて思います。それはやっぱりあのここの希望のエリアはじめとしてですね、いろんなところの、まあ、抗議行動の場でこう声を出している人たちをやっぱり見てきてですね、やっぱりどうしても、まあ、自分もやっぱりおかしいことなんかしなきゃいけないとか、やっぱり黙ってるのは良くないというような思いになったんで、あの改めてこういうあのオファーをあの感謝したいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。いや嬉しいですね、一つ一つが全部、はい、無駄ではありません。声を上げていきましょう。ありがとうございます。では、はい、お願いします。皆さんこんばんは、お疲れ様です。日本国憲法が施行されて71年が経ちました。今年ほどこの憲法というものが危機になった時はないと思います。安倍政権によってこの憲法が形骸化され、そしてついに憲法9条というものまで非常にいびつな形で変えられようとしています。そのようなことは絶対に許すことはできません。戦後日本はポツダム宣言を受け入れて丸腰でスタートをしました。吉田茂元首相も1946年我が国には自衛権もない、そういった答弁をしていましたけども、米ソの冷戦の激化、そして1950年マッカーサー年頭書簡によって日本の再軍備ということが要求され、6月の朝鮮戦争によって警察予備隊、保安隊、自衛隊、そういった形で実力組織を持つようになりました。本来であれば憲法9条の戦力の保持というものと、そしてこの現実の世界有数の実力組織である自衛隊が整合していない、そういった問題はあるかもしれません。そしてそういったことをやるんであれば最初にそういった定義をしなきゃいけなかったのかもしれません。しかしそれでも憲法9条の下では集団的自衛権は読み込むことができない、自衛隊というものを専守防衛のための部隊として合憲にした自民党政権でさえそのように言ってきたんです。その不動の憲法解釈を内閣法制局長官の首のすげ替え、そして法制局の審査の記録の過程さえも残さないでねじ曲げたのが安倍政権なんです。そして2015年9月19日には日本に圧縮した違憲立法を国民の 80% が説明不足、そして222回も審議が止まったものをありえない議事録もない採決、そして議事録の書き換え、こういった異常なやり方で通したのが安倍政権なんです。こんなむちゃくちゃなやり方は絶対に許すわけにはいきません。安保関連法は日本の国を守るためのものではありません。小泉政権の時の2005年10月29日の2プラス2日米外務大臣防衛大臣クラスの4閣僚の
合意文書にあるように平時から有事まで米軍を支援するためのものなんです。それを北朝鮮の脅威だ、スクランブルが増えた、そういったことを言って勝手にこじつけてやってるのが安倍政権なんです。そして集団的自衛権は憲法上許されない。これは三角大福中も含めた歴代の自民党総理も九条の下では許されないと言ってきたことなんです。そういったものを憲法解釈で曲げて日本に圧縮した違憲立法を数の力で通してなんか許すわけにはいかないんです。安倍政権の集団的自衛権合憲の論拠は1972年10月14日政府見解というものなんです。これの結論は集団的自衛権は憲法上許されないって書いてあるんです。憲法上許されないものをどうやってそこから集団的自衛権を読み込むことができるんでしょうか。こういったデタラメなことをやってることは盛りかけ問題と文書の改ざん、そういったことと全く同じ手口ではないでしょうか。安倍政権の必要最小限度の自衛権、実は2004年1月26日の衆議院予算委員会で安倍首相が秋山治元内閣法制局長官に否定された論理なんです。平和の党だった公明党の二見信明元副委員長も1986年3月5日の衆議院予算委員会で必要最小限度の自衛権ってあるけども、そこに集団的自衛権が入るようなひっくり返し解釈は将来可能かというすごい質問をして、茂木隆元内閣法制局長官にありえないと言われているもんなんです。こんな無茶苦茶な安保関連法は廃止するしかありません。田中角栄元首相は1972年5月自民党総裁選に立候補した時の外交政策集に次のように書きました。我が国は軍事大国の道を目指さず憲法9条を基本にした平和外交を進める。そして次のようなこともおっしゃっていました。戦争の知らない人たちが増えてきた時の将来が心配だ。まさにそのようなことに今なっているんです。大平正芳元首相も1979年憲法を変えたいという考え方があるが、それは国民の理解を得られていない、したがってそのような考え方は一切慎まなければならないと言いました。そして奥さんに保守本流ではありませんけども、バルカン政治家と呼ばれた、議会の子と呼ばれた三木武夫元首相が奥さんに、あんたなんで自民党なんかにいるんだって言われた時に、俺は九条を変えさせないために自民党にいるんだ、三木武夫元首相はそのようにおっしゃっていたんです。菅義偉官房長官が政治の首相だと言っていた梶山清六元官房長官が一番大切にしていたものは何か、憲法9条だったんです。加藤浩一元幹事長は戦後の日本は9条が守ってきた、9条は一言だとたりとも変えてはならない、このように言いました。安倍政権によるこの改憲の策動、絶対に止めなくてはなりません。小泉純一郎元首相にまで卑怯で姑息なやり方を批判された、安保関連法は廃止にするしかありません。9条が生きてるにもかかわらず F-35 次期主力戦闘機の海軍型を出雲型護衛艦に運用可能なようにしようとしたり、あるいは F-15 イーグル、 F-35 ライティング2次期主力戦闘機に巡航ミサイルを積む、こんなようなことは9条が生きてる限り絶対に許しちゃいけないんです。たとえそれが必要であると言ったって憲法を変えてからやれっていう話なんです。憲法を変えるではなく変えなくてはいけないのは安倍政権です。そして後藤田正治元副総理は岸の血の流れている安倍さんは首相にしちゃいけないという言葉をこぼしたそうです。そして保守本流と組んで総理の座を目前に控えて病に倒れた立派な安倍博衆議院議員を父に持つ安倍晋太郎外務大臣の言葉があります。心臓だけは政治家にしてはいけない、
心臓は人の心がわからない。心臓は異なる意見に耳を傾けることができない。憲法をないがしろにする安倍政権を倒して、何としても平和主義を守り抜けるように、何とか平成の間に安倍政権を終わりにできるように頑張ってまいりましょう。長くなりました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、新宿西口フォークリゲリラの歌姫、皆さんご存知でしょ。大木さんが希望のエリアに来てくださっています。ありがとうございます。すいません、ちょっと高いところ不安定なんです。アクセリンパッションになった時に手術をした後がちょっと平行感覚をなくしてますので、ちょっととても怖いんですけど、皆様の顔が見えないので頑張って話します。今日は久しぶりに来てありがとうございます。昨日皆さんにお会いしたので、なんかとても近くに感じます。私は沖縄のおばあがとても苦しくて悲しい思いをしてるなって思う時、なんかすごくね、自分の心の中が燃えるんですよね。山城宏さんに靴下を入れた時がそうでした。12月20日コザ暴動の日に沖縄の判決が出ましたね。それも12日に、その前の1週間も10日も前に東京のテレビではその裁判は負ける裁判だっていうことが放送された時に、私はまず沖縄のおじいとおばあのことを思いました。なんかまた悲しい思いをするんだな、12月20日にって思ったら、いてもた立てもうそれで飛んで沖縄に行きたいと思いました。それで自分に何ができるかなって思った時に、そうだ、あんなに靴下が入らないって言ってるのを入れてこようと思ったんです。それで大地由翔の靴下を担いで行きました。それで自分の病気のことや、ひろいさんと同じ病気をしたので自分の病気のことやいろんなことを話して説得しました。そしたら一番短い靴下が入ったんですね。でそれを入れて辺野古のキャンプ場前で座り込んでた 5,6 人のおじいとおばあに報告に行きました。その時は高江がとっても大変で、ほとんどの人が高江に行ってたんです。そしてそのおばあに、今ね、ひろいさんに靴下が入ったよって言ったら、5人の人が一斉に笑顔になったんです。それでみんなで写真撮りましょうっていうぐらい元気になって、来てよかったなって思うんですね。それで私いつも沖縄のことが頭から離れなくて、三上千恵さんの映画をずっと支援してきました。今度7月末に大谷監督と三上監督、両監督で元 QAB のに勤めてらしたお二人が、これがまたすごい映画を作りました。何も内容はここでは話しませんけれども、まぶたを閉じたかなって見終わった時に自分で思ったぐらい強烈な映画でした。7月末の公開です。その前にこの映画のことをたくさんの人に知ってほしくて、集会を開くことを決めました。6月6日に、ロフト9渋谷にあるんですけども、ユーロスペースの映画が入っているところの1階のお店です。そこでトーク番組をします。行監督もいらっしゃるし、井筒隆夫さんが話をしてくださいます。スペシャルゲストも来るかなっていう感じの集会です。ぜひぜひたくさんの人が来て、この映画のこと、沖縄のことをしっかり知ってほしいと思います。なんかさっきの方が歌を歌われたんで急に、いいです、ソロで、すごく感動しました。昔20歳の頃歌ってた頃を思い出して、何がいいかなって言ったら、やっぱり歌っていう歌があるんですよね。うまく歌えるかな、一番だけですけど、
今はもう長すぎるコンチェルトなど聞いている時ではない、かけていて抱き上げなければならない、怪我人で世界は埋まっている、怪我人だけではなくて我が家の周りでは本当に心を痛めて、安倍さんが本当一日も早く辞めてもらわなければ本当に病気になってしまうような方たちがだんだん出てきています。その方たちがうちの前塀のところに掲げた水尾さんの笑顔とか、それからいろんな辺野古の辺野古ちゃんとか安倍政治を許さないとか、そういうのを見ながら、この間声をかけてくれたご婦人がいました。本当にこれ以上だと病気になってしまう、何も今までできなかったけれども話せてよかったって言って、ただそれだけなんですけども、本当に日本全国病んでる人がたくさんいると思います。早く安倍政権終わらせましょう。大木さんの歌がここで聴けるなんてね、皆さん今日参加されてよかったですね。ありがとうございました。ぜひこれからも、ね、沖縄の人たちともしっかりとつながりながら命を守ろうって声路上から上げていきたいと思います。ありがとうございました。では今夜も命のこと、沖縄のこと、福島のことを、いろんなふるさとのことを思いながらふるさとを歌いたいと思います。希望のエリア音楽隊の皆さんお願いします。
りだよ。でもそしたら次郎さんが制覇しちゃうからね。はい。告知がありますよね。はい、ありますね。今度6月の3日。3日、はい。自由が丘大行進っていうのをね、実は自由が丘でやるんですよ。あれ、その担当の方が、あそこにいるよ。担当の方あ、やろっか。自由が丘大行進お願いします。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。また今年も。この季節がやってまいりました。だいたい5月の終わりか6月の頭にですね、毎年自由が丘の方で、いろいろと楽しく平和がいいねっていうことをアピールしていこうということで毎年やらせてもらってます。今年も希望のエリアの皆さんとか、それからいろんな団体ですね、早稲田の、有志の会の方とか、それから肉球神道の方とか、あとママの会のアットオータの方とか、あと忘れちゃいけません、オール目黒の方とか、市民連合めぐせたの方とか、いろいろとか忘れてないかな、大丈夫かな、いろんな方々にご協力いただいて、デモの後に自由が丘の駅前で楽しく、憲法大切だよね、私たちの暮らしにとっても大切なのが憲法、これだよねっていうことをちょっと寸劇などを交えながら今年はアピールしていきたいと思っています。で、短いプログラムなんですけれども、だいたい20分ぐらいかな、駅前でみんなで声を上げていきたいと思います。多くの方に楽しく参加型イベントみたいな感じですので、皆さんぜひ自由が丘の方にいらしていただいて、6月3日は楽しく憲法大事だねっていうことをアピールいたしましょう。よろしくお願いします。チラシ配りますのでよろしくお願いします。自由が丘大行進です。この後は、じゃあいいですか、はい、中央区の方から、こんばんは、千尋のバーバの林と申します。2回ほどね、ここに孫を連れてきたんですけれど、ちょっと憲法の話で、昨日私も憲法集会に行ったんですね。でそこで白髪さんっていう弁護士さんと憲法カフェやっているのを見せていただいたんですけど、白髪さんがおっしゃった、私白髪さんが大好きな条文っていうのは13条っていう話をされていましたね。でその13条どういうものかっていうのは、個々人家族単位じゃないんだよ、個人として大事にされるんだよっていうこと、家族に責任を負わせるものじゃないんだよ、だから国は個々人に責任を持っていかなくちゃいけないんだよっていう内容の憲法なんですね。私素晴らしいなって思いました。でやっぱり家族だけではとても支えきれない内容がある、そういう中でね、本当に個人として大切にされるって大事なことなんだなってことをすごく感じました。で右翼の方も左翼の方も、そして普通の一般の方も、この日本大好きだっていうのは共通する内容だと思うんですね。でやっぱり命がやっぱり大事だよねって、生まれたからには全うしたいですよね。でそれもやっぱり幸せに暮らしたいよねって私はすごく思います。だからそういう意味ではもう本当にね、みんながいさかうのではなく、もう本当に手を取り合って、もう本当に一致できる、本当に一本の線でもいい、そこで私たちは手をつなげて いきたいなと思います。で私に実は遠くに友人がいるんですけれど、ちょっと場所は言えないんですけれど、その友人と手紙のやり取りをしているんですが、その友人の娘さんの旦那さんっていう方が、実
実は自衛隊員なんですね。で、今みんなで多くの団体で集めている3000万人署名っていうのが、9条を変えないでください、憲法を生活に生かしてください、この2つだけの、文言で書いていただく署名なんですけれど、それを私は友人に送りました。で、本当にね、大変だったらあなたと本当にね、旦那さんだけでいいよっていうことで書いたんですね。そしたら後日すごい分厚い封筒が送られてきたんです。で、そこに書かれていたのが、実は婿にね、婿っていう話も変なんですけど、娘の旦那にこの話をしたとして、でやっぱり私の私の友達なんですけど、私の孫を手てなし号にしたくない、だからあなたも書いてくださいっていう話をしたら、お母さんね、僕ね、なんかうるうるしちゃうんですけど、人を殺すために自衛隊に入ったんじゃない、で僕はその災害とか本当に日本を本当の意味で守るために自衛隊に入ったんだ、だから海外には行きたくないっていうことを言って、でその彼の家族、それからお友達に集めてくれて、彼が一人で自衛隊内部で80名集めてくれたんです。でその署名を私に送ってきて、扱いには本当に注意してくださいねっていうことで、私は扱いに注意して届けましたけれど、かといえば埼玉県のあるところで制服を着た自衛官が3000万署名、僕にも書かせてください、制服を着た自衛官ですよ。だからね、どんだけ球場会見っていうのが自衛隊員は不安に陥れてるのか、もう本当に自衛隊員の命を守るために私たちは絶対救助を変えちゃいけないってすごく思いました。だから皆さんね、5月の末までに頑張って集めたいと思います。本当にこんな人変えてくれないかもしれないっていう、自分の方で扉を立てずに、いろんな人に本当に声をかけて、この3000万人署名集めていきましょう。皆さんよろしくお願いします。1350万人分の署名が集まってるそうですのでね、頑張りましょう。はい、ではお願いします。こんばんは。昨日の憲法集会すごかったですね。右翼の方々もですね、朝早くから出動されてまして、あちゃこちゃでですね騒ぎまして、でさすがに疲れてきたみたいで、途中から軍歌をずっとかけてました。最後までスピーチしろよと思ったんですが、今日告知でですね、この前もお話ししましたけど、5月の12日、蒲田から出発で、集会と平和行進やります。で、ぜひ皆さんご参加ください。他の、国会議員の方もですね来られてスピーチされるそうですので、集会が少し長くなってますが、楽しい会になると思います。藤田さんが来られるかどうかまだわからないんですけれども楽しみにしております。デモがですね30分くらいしかないんですね。非常に短いパレードですのでおいでください。それと鳴り物がですね結構少なくて、今募集中でございますので、ぜひよろしくお願いしますと、ちらっと二郎さんのを見ながら言ってみました。ありがとうございます。土曜日だからね、5月の12日土曜日ですね、ぜひ太鼓を持って、フライパンを持って、鍋かま叩きながら大田で声を上げてください。はい、では今日はせっかくね群馬から来てくれたから、三宅くん一言、音楽隊が大田これじゃダメかね、はい、ちっちゃいかもね、ちっちゃい、はい、かわいいです。大丈夫、あ、ごめんね、はい、何も用意してできてないんですけど、これすみません、これ太陽光 一応電池に太陽光で充電してきました一応自然エネルギーでも電気作れるよ、かわいい、かわいい
すごいすごい。こんな感じで、まあやっぱりその、まあ、自然エネルギー、これやっぱり自然エネルギーならこういうふうに持ってきて持ってこられるんですよね。これあの原子力で動いてたら多分あのここ来るまでにあの逮捕されてますから。やっぱり自然エネルギーっていうのはやっぱり、まあ、原子力と比べて、ね、やっぱり人間のそばで使えるってこと、まあ、それだけ安全なんじゃないかなと僕はそういうメッセージを送りたくてこういうのをちょっと作ってきたんですけども。そんな感じですか。ありがとうございます。なんか子どもたちが喜びそうな、明日は子どもの日ですよね。ね、やっぱ子どもたちの未来のために、ね、核もない戦争もない武器もない基地もない、いつ空からオスプレイが落ちてくるかわかんないって、そんな不安な思いをしなくてもみんなが安心して暮らせる、そんな当たり前のね社会を一緒に作りたい、子どもたちに手渡したいというふうに思います。じゃあもうスピーチされたい方いないですか。大丈夫ですか。はい、じゃあちょっとジローさん、ジローさん、はい、もう行っちゃいますか。なんかもういいですか。いいですか。ね、あのせっかくだからね、皆さんあちら側にいらっしゃる方も一緒に聴いていただいてね。そうですね、いい曲ですし、いい詩だから。あのこの間私たちがそうです、朝っぱらから歌った、そう、井の頭公園の西園で歌った歌を言ってみましょうか。言ってみましょうか。試験済み、はい、言ってみましょう、はい。
Let me
木本さんありがとうございました。自転車隊の皆さんお疲れ様でした。そして警察の皆さんお疲れ様でした。希望のエリア抗議行動終わります。希望のエリア皆さんのカンパによって支えられております。お気持ちだけで結構です。カンパのご協力をお願いいたします。また来週も金曜日6時半から8時まで皆さんと元気に声を上げたいと思います。気をつけてお帰りください。お疲れ様でした。